西日本旅客鉄道高取工場は、かつて、兵庫県神戸市須磨区に設けられていた、西日本旅客鉄道の車両工場である。1900年に、山陽鉄道によって、現在の山陽本線高取駅の北側、位に建設された、蒸気機関車の研修、製造に始まり、電気機関車や電車、ディーゼル機関車、機動車に、客車や貨車など、 新幹線車両以外のすべての車両を研修する名門工場となった。また1992年には207系の模ハ206から11を製造した。しかし1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災により工場自体が被害を受けたことと跡地を市街地復興事業に資するため2000年3月31日に100年間の 歴史を閉じた。閉鎖後は、兵庫県伊保郡大使町の阿保市電車区に機能を移し、阿保市電車区及び、赤市電車区の研修部門と合わせ、阿保市総合車両所として統合された。高取工場は、和田岬線で使われていたオハ64をハフ64、木ハ35、キクハ35系の車両基地でもあった。工場が閉鎖された後、車席上は、 阿ボ総合車両所に転属となったが、研修施設は、翌2001年7月の和田岬宣伝課まで、同所の高取支所として残されていた。所属車両の車体に記されていた、略号所属組織の略号と、高取の電報略号である、高から構成されていた。国鉄分割民営化後は、金高であった。その後の組織改正により、本高となり、 1993年6月に神戸支社が発足して神高であった整備済み車両の車体に記される略号 TT 港内創設は1900年3月1日、山陽鉄道が開業当初から兵庫駅構内に開設していた兵庫工場が手狭になり拡張の余地もなかったための代替施設として設けられた。 国有化に伴う鉄道委員への承継五千九百九年十二月二十日に兵庫工場を九州統合、また千九百十五年四月一日には大阪、神戸間鉄道開業以来の歴史を有する神戸工場の組織を吸収して市工場とし、翌千九百十六年四月六日には完全統合した。その他鉄道省の組織変遷の中で、たどつ、米子、 池田の各工場が高取工場の試工場や発出所とされた時期もあった。1942年9月11日、全国23の工場が一斉に改組されて名称が高取工期部に改められた。1945年6月5日の神戸大空襲によって壊滅的な打撃を受け、その前後に疎開先として、鴨、和田山、加古川に発出職場を作るなどした。 その後、機能低下を補うため、1946年1月20日になって、兵庫県加古郡荒井村の旧大阪陸軍造兵賞の、張馬製造所後に、高取高機部高砂分工場を設置、同年12月から、貨車修繕を開始した。1947年3月1日には、高砂高機部として独立し、客車、機動車の修繕も、 高鳥から移管される形で順次手掛けた。なお、高砂護工期部は1985年3月31日に閉鎖され、その業務は高鳥工場へと集約された。1948年には、半和線で運用されている電気機関車の研修業務を大鳥工場から移管し、電気機関車研修業務が開始された。1950年8月1日。 全国一斉の後期部から工場への名称変更に伴い、高取工場の名称が復活した。1969年9月30日、C57 型6号機の出場をもって69年、続いた蒸気機関車の研修作業が終了。同日には式典が開催された。1973年9月1日、組織上の位置づけが、 大阪鉄道管理局の地方機関に変更された。高取工場は従来支社制が取られている時期には関西支社の地方機関であり、支社制が取られていない時期は本社直轄の地方機関であり、その位置づけは大阪鉄道管理局と並列的であった。ところがこの時の組織改正においては首都圏本部及び4層局の管理下にある工場を除き一斉に 鉄道管理局の地方機関とする位置づけに変更された。蒸気機関車の製造、研修に輝かしい実績を残してきた高取工場だが、話題としては、国鉄80周年記念行事の一環として、明治初期に米国から輸入され北海道開拓に活躍した吉常号の胴体復元工事に携わった。蒸気機関車全盛期を過ぎてからは前述のように、電気機関車のほか ディーゼル機関車や電車の研修業務も行っており、前述の高さ5工場閉鎖に伴う業務移管により、1984年7月からは、機動車、客車の研修を開始し、新幹線車両以外の研修業務を行うこととなった。変わったものでは、佐賀の観光鉄道用客車の改造も行った、国鉄分割民営化により、 従来あたり工場で受け持っていた稲沢機関区の電気機関車及びディーゼル機関車研修業務は浜松工場に移管されたが新たに亀山マウンテン区の機動車研修業務を名古屋工場から移管した。当工場は JR 西日本の工場となったが JR 貨物との会社間住宅業務量調整のため JR 貨物から職員が派遣されることとなった。 1995年1月17日の阪神、淡路大震災で被災し、工場や入場していた車両も被害を受けた。特に入場中の C57 型蒸気機関車1号機は、ボイラーなどが大きく損傷し、再寄付のとまで言われたが、懸命の復旧作業で、見事営業運転に復帰させ、高取工場の技術を示した。このように長い歴史を築いてきた。 屈指の名門工場だったが、震災の痛手はあまりにも大きく、また、神戸市からの強い要請にも配慮することとし、閉鎖されることとなった。工場移転準備のため、1997年2月24日で、蒸気機関車研修業務を、梅工事運転区に、同年8月5日をもって、電気機関車研修業務を、金沢総合車両所及び、下関車両センターに、 同年9月10日をもって、ディーゼル機関車及び内燃機研修業務を後藤総合車両所に移管した。就業式典が挙行された2000年3月29日には、この日最後の検査を済ませた2 2 1計6両の出場記念式典も合わせて取り行われた。電車研修業務は、阿保市と水田に機動車、客車研修業務は阿保市に、貨車研修業務は、 JR 貨物の広島車両所に移管された、和田岬線の車庫として残された、阿蘇市総合車両所高取市所も、2001年7月1日の同線の電化により当日付けで廃止された。跡地は、駅前広場、バスターミナル、神戸市立第一小学校、復興住宅、その他の市施設、病院、スーパー、民間マンション、妙法寺川佐岩公園などへの再開発が、 進んでいるほか、JR 西日本が売却せず、社員福利厚生用の神戸総合グラウンドや、高取駅に直結する30階建ての分譲タワーマンションとして整備された区域もある。跡地は、神戸市須磨区に属するが、一時期に、局舎建て替えのため、長田郵便局の仮設局舎があった。なお、日本貨物鉄道の神戸貨物ターミナル駅に約ホーム設置場所が、 高取工場跡地であると混同されがちだが、ここはもともと高取駅の管理に属する操車場だった一帯である。ありがとうございます。